思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレードユニバーサルセンチュリー。キャン。ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、1999年の世紀末に登場以来、現在まで続いている大人気のガンプラシリーズである、宇宙世紀、つまりユニバーサルセンチュリーに登場するモビルスーツを、バンダイさんの最新技術でキット化してしまおうという夢のようなガンプラシリーズなのですよ。このシリーズの一年戦争もののキットは、アニメ版準拠の仕様なんで、過度なデザインアレンジは避けられてるのが売りだよねー。キャントは、キシリア様がマクベ専用に開発させた決闘用のモビルスーツなのですよ。兵器的にはナンセンスな機体なんだけど、騎士専用モビルスーツの先駆けとして無視できない機体なのだー。ハイグレードユニバーサルセンチュリーのキャンは、1999年の7月にこのシリーズ2番目のキットとして発売されたのですよ。値段は800円だよ。安いねー。機動戦士ガンダムの劇中で、マクベが乗ってガンダムと戦ったワンオフのモビルスーツをキット化したものなんだよねー。まだ第2弾だってのにマイナーな機体がチョイスされたりしたもんで。このシリーズ、なんでもありだな。なんて、ガンプラモデラーに期待を抱かせたキットだったのさー。でもねー、時代が移り変わると矛盾が生じる部分が出てくるのは、致し方ないことなのですよ。ガンプラブームと1999年当時を比較した場合の大きな矛盾点はというと、シールドの解釈なんかがあるわけですぜ。ほら、ガンプラブームの頃のモビルスーツは、拳でシールドを支えてたじゃん。実際は、それじゃ衝撃を受け流せないんだよ。拳が潰れて、腕の骨が折れるのは間違いないねー。本来は、前腕部にシールドを固定して身を守るのがシールドの正しい使用法なのですよ。シールドの形状にもよりけりだけどね。まあね、ロードス当選機やウィザードリーに代表される、90年代初頭のファンタジーブームでもって、わかってるやつが多くなってたってことだよねー。キャンのシールドのマウント方法のアレンジは、このキット最大の見どころなのだー。キットは、細かいパーツがあるものの、パーツ数もそれほど多くないんで、ガンプラビギナーでも簡単に組み立てられるお手軽なキットなのですよ。当時としては、ゲームのギレンの野望シリーズに登場する、キャンのバリエーションの制作とかで需要があったものだよ。本当にね、値段を800円に抑えるためなのか、肘や膝の関節部のポリパーツが露出してるのが微妙なところだったけどね。前作のガンキャノンで、このキットすげー。なんて感動した後だけに、ちょっと不安になっちゃったものなのさ。肩関節のカバーとか、狙われてる部分があるだけに惜しい点だよねー。頭部の造形も好みが分かれる部分だねー。俺的には好みじゃなかったわけで、セガサターンのガンダムゲームに出てくるキャンのイメージに改造しようとしたら、大失敗だよ、とほほほほー。そんなわけで長いこと押し入れで眠っていたんだけど、今はガンダムコンバージのキャンの頭部をつけてるのだー。これじゃない感が半端ないよ。武器は、ビームサーベルのビーム部分がクリアパーツなのがとっても素敵。後発のガンダム GP-01 のビームサーベルが、真っ白だったのが信じらんねえよ。メモリアルアクションは、アニメ同様の剣を突き出すポーズが取れることなのだー。ミサイルシールドもいい意味でアレンジが効いてて好印象なのですよ。あと、ハイドボンブが4個もついてるんだけどー。こんなん、どうしろって言うんだよバンダイさん。武器の名称も、ハイドボンブじゃなくてハイドボムじゃねえの。なんて頭によぎるんだけどー。なんでもかんでも変更しちゃうのは考えものだからねー。多分、こんな突っ込みどころの多いキットなんだけど、ガンダムビルドファイターズの第1話で、佐々木進が反則活動をしたおかげで、一時期アマゾンから消えた事件は侮りがたし、キット化されたばかりのウィングガンダムは、アマゾンから消えなかったんで。ただの営業妨害じゃねえの。なんて声もあるけれど、もう発売から10年以上経ったキットが今自分にバカ売れするのは、ひとえに基本設計がしっかりしていたからに他ならないのだー。そういや、佐々木進の妹も、進むと声優さんが一緒だったんでびっくりなのだー。バンダイさん、絶対何か企んでるよねー。